はい、パリのテロ現場を回ってきましたっていうのは、はい、先々週お話ししたんですけれども、そうでしたね。その後、実は北半球の寒いパリから、はい、まあ、東京1日だけ経て、南半球の熱波が押し寄せているオーストラリアの首都のキャンベラってとこ行きまして、今熱波があれですか、あるんですか、北半球南半球はご承知の通り季節が逆ですけれども、まあ、ものすごい直射日光と暑さなんですよね。でそこからまた一旦東京に1日戻って、はい、そこからさらにハワイの真珠湾にあるアメリカ太平洋軍司令部というところを回ってきました、はい。でまあ、帰ってきたばっかりなんですけれども、実はこのオーストラリアの国防省とか、はい、アメリカの太平洋軍、つまり日本も範囲に入っている太平洋軍司令部で何を話したかっていうのは、はい、この今朝のラジオでお話できないんです。あ、そうなんですか。なぜかというとですね、はい、これはあの防衛省から正式に委託された調査研究プロジェクトなので、そのための議論をしてきましたから、はい、その話はできないんですけれども、その代わりというよりはですね、はい、今日の本題はあのこれは日本のマスメディア、特にラジオテレビでは決して出てこないっていう話をお話したいんですね、はい。というのはそもそも官庁から民間が委託されてやる研究とは一体何かということなんですよね、はい。でこれ実は僕はそもそも今の独立総合研究所を立ち上げ、創立した動機なんですけれども、あのご存知のリスナーいらっしゃるかもしれませんが、もともと共同通信の記者20年近く勤めまして、はい、ペルー事件をきっかけに辞めて三菱総研っていうシンクタンクに行ったんですね、はい。シンクタンクっていうのは民間の知恵の集まりのはずです、はい。で三菱総研がそうだというのでは全くないんですけれども、しかしそういう業界に入ってみて僕はびっくりしたのはですね、はい、日本のシンクタンクっていうのは民間が考えるところじゃないんですよ。お、そうなんですか。例えば博多湾を埋め立てようと政府が思いますよね、はい。で埋め立てても問題ないんだという、うん、結論を民間に出してもらって、でそれでもってお上の仕事を やりやすくするというので、まあ何億何十億という委託金をもらうというのが残念ながら日本のシンクタンクで主流の仕事の一つなんですね。そうなんですか。でこれだと民間の知恵の意味がないんで、その経験4年3ヶ月ほどしましてから逆に私たち民間から国民の側から問題提起して、はい、政府のやってるここがおかしいじゃないかと、だから調査研究すべきだっていう逆シンクタンクを立ち上げようと思って、いや創立しようと思って独立総合研究所を作ったんですけれども、はい、これあの日本のすごいところはやっぱりどこにも良心派がいらっしゃることで、役所にここおかしいって言って問題提起するともちろん全然相手にされませんけれども、100件に一遍はないんですよ取り上げてくれるのが、はい、つまり 1% もないけれども、もう本当にあのずっと訴え続けてると高級官僚の中でそうかやっぱり政府のここおかしいかもしれませんねっていう人が現れて、研究しましょうかって話になることがあるんですよね。はい、ところがそういう研究でも全部入札になっちゃって、この入札ってただお金だけなんですよ。で大手のシンクタンクが極端な安値、まあ、極端な場合は1円とかですね落札してしまって、でこちら僕たちはこれ提案するまでに自費で研究してますから、はい、海外で調査したり今回みたいに、今回はまあ委託ですけども2000万前後かかったりするんで、これあのものすごい赤字のまま何も仕事できないんですよね。ですね。で落札するところは実は天下り先を用意してて役所とつながっていて、他で埋め合わせるからくりになってるわけです。でそれでも年に何件かやってるうちにですね、これあのネット上で、まあ、僕はいつも中小誹謗の対象になってるんですけども、右翼からも左翼からも、はい、それから面白がり屋さんからもですね、これ、全部こういうの公表されるんです。中身ではなくてこういう公募がありました、あ独立総合研究所が落札しましたと、はい、お金これこれですと、それをまるでマル秘の情報のように扱ってですね、はい、青山茂春は自民党から金をもらってるっていうむちゃくちゃな中傷があふれ返ったんですね。これあの僕はネットはあくまで、私たちの大事なツールで良い面を見ようとしてますけれども、はい、これってあの桜井さんも、今日の二郎さんも分かっていただけると思うんですけれども、
日本の役所が正式に民間に委託するものは自民党の闇金と全然違うってことすら分からないっていうのか、分からないふりっていうのか、もうこれで赤字の山でもあるし、バカバカしくなって、もうやめてたんですよ、何年間も。はい、ところが今回、防衛省からですね、この年度末ギリギリになって、突然なんですけれども、キャパシティビルディング、すみません、英語で申し訳ないんですけど、はい、もう一回カタカナ風に言うと、キャパシティビルディング、はい、このキャパシティっていうのは、なんか入れ物だったら中に入る量とか、はいはい、そうですね、あるいは人間の能力とか、はい、この場合はですね、防衛省ですから、各国の軍隊の能力のことを言ってるんですね。で、軍隊の能力ってもちろん戦う能力、安全保障を保つ能力、いや安全保障を続ける能力、それから大災害の時に力を発揮する能力、いろいろあるわけですよね、はい、でビルディングっていうのはこれを作ってあげることなんですが、つまり他国の軍隊の力を高めることを言うんですが、はい、それを日本が本格的にやりたいと、うん、いややるかもしれないと、おそらくやるでしょうと、はいはい、その上でアメリカと例えばオーストラリアが何をしてきたのか、うん、それを調べる調査を民間にやってもらいたいと、はい、で僕はその知らせを聞いたときにですね、はい、決心しまして、これは桜井さんも今日の次郎さんもお分かりいただける、これもお分かりいただけると思うんですけど、ものすごいことですよね。はい、つまりアメリカはずっとそれを全世界に向けてやってきたんですよ、はい、かつては自衛隊に対してももちろんやってたし、同じ敗戦国のドイツにもやってきた、これ日本がその役割を担おうというのはですね、今のアメリカ大統領選挙のトランプ現象で見るように、はい、アメリカの時代が終わるってことなんですよ。でそれは敗戦国の日本の出番が来るということであって、もちろん日本が他国の戦争に協力するってことは憲法が変わっても今後もありえませんけれども、例えば大災害の時の能力は実は米軍をしのぐ面もあると言われてて、これを世界のためにどうやって使うかっていうことを本気で考えるっていうのは本当に、日本の出番が来たということですから、これはもうやらなきゃいけないと思ってですね、はい、入札に誰を出したかというと、はい、青山千春博士っていう、はい、まあ、私生活では僕の配偶者です、それは関係ない、はい、公にはメタンハイドロエットの専門家なんですが、はい、科学者ですが、実は本当の姿はギャンブラーなんですよ。ギャンブルに強いんで、はい、その彼女を出しましたら、この大手シンクタンクがやってきてる席上でですね、はい、本人によると頭の中でピカピカ40万円避けるべきだというのがひらめいたそうで、はあ、独立総合研究所の考えてたその採算ラインよりも さらに40万円下げて出したところ、うん、意外にもうちが落札してしまって、多分予想されたところと違うと思うんですけども、それでやることになって、オーストラリアの首都キャンベラとかハワイの太平洋司令部に行って、はい、このキャパシティビルディングを今までどうやってきましたかっていうことを聞くんではなくて、日本から見たらこう見えるけれども、ここが例えばアメリカ、オーストラリア、良いところはここ、悪いところはここって議論したら、向こうはかなり怒って、今まで日本は何もやってないのに偉そうに言うなってことも含めて、いろいろ言ってきますよね。はい。その中に情報がてんこ盛りにあって、これを今から報告書にしていくんですけれども、はい、最後に申せば、オーストラリア、さっき申しました通り、南半球で熱波が押し寄せていましたが、はいはい、もう本当にすごい青空で、正直汚染大気の中国から遠いとこんなに綺麗なのかと思うと同時に、桜井さん、はい、オーストラリアの軍人たちが日本に対してどれほど熱い期待を持ち日本を信頼してるかってことをつくづく感じました。したがって自衛隊はこれから世界の災害に向けて3.11のお礼も込めて、出ていくことになると思います。そうですか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。独立総合研究所、青山茂春さんでした。
はい、パリのテロ現場を回ってきましたっていうのは、先々週お話ししたんですけれども、そうでしたね。その後、実は北半球の寒いパリから、はい、東京1日だけ経て、南半球の熱波が押し寄せているオーストラリアの首都のキャンベラってとこ行きまして、今、熱波があれですか、あるんですか、北半球、南半球はご承知の通り、季節が逆ですけれども、まあ、ものすごい直射日光と暑さなんですよね。でそこからまた一旦東京に1日戻って、はい、そこからさらにハワイの真珠湾にあるアメリカ太平洋軍司令部っていうところを回ってきました、はい、で、まあ、帰ってきたばっかりなんですけれども、実はこのオーストラリアの国防省とか、はい、アメリカの太平洋軍、つまり日本も範囲に入ってる太平洋軍司令部で何を話したかっていうのは、はい、この今朝のラジオでお話できないんです。あ、そうなんですか。なぜかというとですね、はい、これは防衛省から正式に委託された調査研究プロジェクトなので、そのための議論をしてきましたから、はい、その話はできないんですけれども、その代わりというよりはですね、はい、今日の本題はこれは日本のマスメディア、特にラジオ、テレビでは決して出てこないっていう話をお話したいんですね、はい、というのはそもそも官庁から民間が委託されてやる研究とは一体何かということなんですよね、はい、でこれ実は僕はそもそも今の独立総合研究所を立ち上げ、今日のジュローさんも分かっていただけると思うんですけれども、日本の役所が正式に民間に委託するものは自民党の闇金と全然違うってことすら分からないっていうのか、分からないふりっていうのか、もうこれで赤字の山でもあるし、バカバカしくなって、もうやめてたんですよ、何年間も。はい、ところが今回、防衛省からですね、この年度末ギリギリになって、突然なんですけれども、キャパシティビルディング、すみません、英語で申し訳ないんですけど、はい、もう一回カタカナ風に言うと、キャパシティビルディング、はい、このキャパシティっていうのは、なんか入れ物だったら中に入る量とか、はいはい、そうですね、あるいは人間の能力とか。はい、この場合はですね、防衛省ですから、各国の軍隊の能力のことを言ってるんですね。で、軍隊の能力ってもちろん戦う能力、安全保障を保つ能力、いや、安全保障を続ける能力、それから大災害の時に力を発揮する能力、いろいろあるわけですよね。はい、で、ビルディングっていうのはこれを作ってあげることなんですが、つまり他国の軍隊の力を高めることを言うんですが、はい、それを日本が本格的にやりたいと。いや、やるかもしれないと、おそらくやるでしょうと、はいはい、その上でアメリカと例えばオーストラリアが何をしてきたのか、うん、それを調べる調査を民間にやってもらいたいと、はい、で僕はその知らせを聞いたときにですね、はい、決心しまして、これは桜井さんも次郎、今日の次郎さんもお分かりいただける、これもお分かりいただけると思うんですけど、ものすごいことですよね。はい、つまり、アメリカはずっとそれを全世界に向けてやってきたんですよ、はい、かつては自衛隊に対してももちろんやってたし、同じ敗戦国のドイツにもやってきた、これ日本がその役割を担おうというのはですね、今のアメリカ大統領選挙のトランプ現象で見るように、はい、アメリカの時代が終わるってことなんですよ。でそれは敗戦国の日本の出番が来るということであって、もちろん日本が他国の戦争に協力するってことは憲法が変わっても今後もありえませんけれども、例えば大災害の時の能力は実は米軍をしのぐ面もあると言われてて、これを世界のためにどうやって使うかっていうことを本気で考えるっていうのは本当に日本の出番が来たということですから、これはもうやらなきゃいけないと思ってですね、入札に誰を出したかというと、青山千春博士っていう、はい、まあ、私生活では僕の配偶者です、それは関係ない、はい、公にはメタンハイドロエットの専門家なんですが、はい、科学者ですが、実は本当の姿はギャンブラーなんですよ。ギャンブルに強いんで、はい、その彼女を出しましたら、この大手シンクタンクがやってきてる席上でですね、はい、本人によると頭の中でピカピカ40万円避けるべきだというのがひらめいたそうで、独立総合研究所の考えてたその採算ラインよりも さらに40万円下げて出したところ、うん、意外にもうちが落札してしまって、多分予想されたところと違うと思うんですけども、それでやることになって、オーストラリア独立した動機なんですけれども、
ご存知のリスナーいらっしゃるかもしれませんが、もともと共同通信の記者20年近く務めまして、はい、ペルー事件をきっかけに辞めて三菱総研っていうシンクタンクに行ったんですね、はい、シンクタンクっていうのは民間の知恵の集まりのはずです、はい、で、三菱総研がそうだというのでは全くないんですけれども、しかしそういう業界に入ってみて僕はびっくりしたのはですね、はい、日本のシンクタンクっていうのは民間が考えるところじゃないんですよ。お、そうなんですか。例えば博多湾を埋め立てようと政府が思いますよね、はい、で埋め立てても問題ないんだという結論を民間に出してもらって、でそれでもってお上の仕事を やりやすくするというので、まあ何億何十億という委託金をもらうというのが残念ながら日本のシンクタンクで主流の仕事の一つなんですね。そうなんですか。でこれだと民間の知恵の意味がないんで、その経験4年3ヶ月ほどしましてから逆に私たち民間から国民の側から問題提起して、はい、政府のやってるここがおかしいじゃないかと、だから調査研究すべきだっていう逆シンクタンクを立ち上げようと思って、いや創立しようと思って独立総合研究所を作ったんですけれども、はい、これ日本のすごいところはやっぱりどこにも良心派がいらっしゃることで、役所にここおかしいって言って問題提起するともちろん全然相手にされませんけれども、100件に一遍はないんですよ取り上げてくれるのが、はい、つまり 1% もないけれども、もう本当にずっと訴え続けてると高級官僚の中でそうかやっぱり政府のここおかしいかもしれませんねって人が現れて、研究しましょうかって話になることがあるんですよね。はい、ところがそういう研究でも全部入札になっちゃって、この入札ってただお金だけなんですよ。あーはーはーはー。で大手のシンクタンクが極端な安値、まあ、極端な場合は1円とかですね落札してしまって、でこちら僕たちはこれ提案するまでに自費で研究してますから、はい、海外で調査したり今回みたいに、今回はまあ委託ですけども2000万前後かかったりするんで、これものすごい赤字のまま何も仕事できないんですよね。ですね。で落札するところは実は天下り先を用意してて役所とつながっていて、他で埋め合わせるからくりになってるわけです。でそれでも年に何件かやってるうちにですね、これネット上で、まあ、僕はいつも中小誹謗の対象になってるんですけども、右翼からも左翼からも、はい、それから面白がり屋さんからもですね、これ全部こういうの公表されるんです。中身ではなくてこういう公募がありました、あ独立総合研究所は落札しましたと、はい、お金これこれですと、でそれをまるでマル秘の情報のように扱ってですね、はい、青山繁晴は自民党から金をもらってるっていうむちゃくちゃな中傷があふれかえったんですね。これ僕はネットはあくまで私たちの大事なツールで良い面を見ようとしてますけれども、はい、これって桜井さんも